アルベノデンコバは、ブルガリア出身の女性フィギュアスケートアイスダンス選手。1998年長野、2002年ソルトレーク、2006年、鳥のノアイスダンスブルガリア代表、2006年、2007年世界フィギュアスケート選手権、アイスダンスチャンピオン、パートナーは、マキシム・スタビスキー、ブルガリアのソフィアに生まれ、8歳の時にスケートを始めた。後に、 フリスト・ニコロフトカップルを結成し、1989年と1990年の二度世界ジュニア選手権へ出場したが、共に16位に終わった。1991から1992年シーズン以降は、シニアクラスの世界選手権及び、欧州選手権へ出場を果たしたが、世界選手権での最高位は1992年の21位。 欧州選手権での最高位も1992年の18位であり、入賞することすらなかった。1996年より、マキシム・スタビスキーと新たにカップルを結成し、活動を始めた。1997から1998年シーズンから ISU グランプリシリーズに参戦を果たし、長野オリンピックでは18位に終わった。1999年には、スパルカス戦月で、 グランプリシリーズ初表彰台の3位、2度目のオリンピックとなったソルトレークシティオリンピックでは7位となる。2002から2003年シーズン、ボフロスト杯でグランプリシリーズ初優勝を飾り、初進出のグランプリファイナルでは3位となる。2003年欧州選手権で2位、迎えた2003年世界選手権では初表彰台の3位となり、ブルガリアに、 世界選手権初のメダルをもたらした。三度目のオリンピックとなったトリノオリンピックではコンパルソリーダンスで3位スタートとなったもののオリジナルダンスとフリーダンスで5位、総合でも5位に終わった。しかしトリノオリンピック後に行われた2006年世界選手権においてブルガリア選手として初めての優勝を果たす。翌2006から2007年シーズンには グランプリファイナルで優勝し、2007年世界選手権でも2連覇を果たした。この実績により、2007年4月には、スタビスキーと共に、ブルガリアの国家勲章では最高位のスタラプラニナ、賞を受訓した。2007年8月5日、パートナーのスタビスキーが飲酒による死亡交通事故を起こし、一時活動を停止したが、復帰し、ロシアを中心に、テレビや、 アイスショーに出演している。また、ブライアン・ジュベールの2009-2010年シーズンのフリープログラムなどの振り付けを行った。ありがとうございます。